かは、壁パイ、手配壁パイとは、マージャンにおいて、各局の開始前に卓上に並べられた状態の灰のことを言う。一般的には山もしくは灰山と呼ばれる。競技においては、大パイを除いたものを壁パイと言う。灰パイやツモによるパイの取得は、すべて壁パイから行われる。壁パイが築き完成するマージャンにおいては、各局の開始時に、 まず使用するパイをすべて裏向きに伏せてかき混ぜる。これを、洗いパイという。その後、すべての灰を、裏向きのまま一定の配置に並べる必要がある。これを、右りパイという。もちろん、どのパイがどこにあるのかわからない状態となる。全自動麻雀クを用いる場合、洗いパイ及び、右りパイの作業はすべて機械により、自動的に行われる。 右りパイによって並べられた状態の牌が壁パイである。なお、壁パイは4人のプレイヤーの前に分割されているが、両隣のプレイヤーと円環状に繋がっているものとして扱う。各局の開始にあたり、まずすべての牌を混ぜ合わせることを粗いっぱという。トランプで言うシャッフルに該当する。粗いっぱいはマージャン同士がぶつかり合う独特の派手な。 ジャラジャラという音がする。いわゆるイカ様を防止するため、原則として、洗いっぱいはべての灰を裏返して行う。なお、中国の一部では、葬式時に麻雀を行うこともある。これは、洗いっぱい時に派手な音を立てることが、死者にとって縁起の良いことであるとも言われている。十分に洗いっぱいした後、実際に灰を並べる作業を、右りパイという。 136枚の灰を用いる。一般的なルールの場合、各プレイヤーの前に34枚ずつの灰を並べる。34枚の灰は、17枚を上下2段に重ねて並べる。この上下2枚の灰の組み合わせをどうという。つまり、各プレイヤーの前に17トンの灰を並べることになる。このような並べ方をいげたずみという。右リ牌の後、アズマヤのプレイヤーがサイコロを2つ振る。 アズマヤから半時計回りに数えてサイコロの目の位置に当たるプレイヤーが開門という作業を行う。具体的には自分の正面にある壁パイのうち右側から数えて先ほどのサイコロの目に相当するトンだけ切り離す。例えばサイコロの目が5であった場合親の正面にある壁パイの右側5トンを切り離す。開門により区切られた位置の左側を起点として ハイパイを行う。なお、ハイパイ及びツもは、壁パイを時計回りに取得する形で行われる。よって、壁パイは開門位置を起点にして、時計回りに減っていくことになる。大牌開門位置の右側の7トン、敗散の最後に残す、計14枚の牌を大イという。なお、開門の際、開門位置から3トン目の上段の牌を表向きにする。これを、ドラ表示牌という。 こが行われ、霊状パイが取得される時以外、オーパイが取得されることはない。また、霊状パイが取得された場合は、その直前における海底パイをオーパイに加えることにより、オーパイは常に14枚に維持される。局の進行とともに、オーパイ以外の壁パイが全てなくなると流局となる。ドラ表示灰を除き、オーパイの中に、どのようなパイがあるのかはわからないため、オーパイの存在は、 麻雀というゲームの偶然性を高める意味を持つ。ありがとうございます。